今日のコレクションはアザラシです。メーカーは丸さんですね。この箱の絵も結構いい箱ですね。これはね、かわいい、ほら、魚くわえて、くわえた魚を子供にあげてる、そんな絵が描いてあります。微笑ましくていいですよね。丸さんといえばですね、丸さんのキャデラックだとか、丸さんのプラモデルだとか、丸さんのソフトビニールだとか、もうたくさん子供たちに夢を与えた会社ですよね。いや、やっぱり出来がいいです、すごく。そしてこれはこうクランクになっていて、これをこう回すことによって動力は動いてくるわけですよね。こうやって、それでこれをお風呂の中だとか、昔こうたらいがあって、たらいの中でこれをこう浮かべて、こうやってくるくる回して、でここにですね、潜水艦と同じです。ちゃんと水が抜けるようになってますね。あ、ここに丸さんって書いてあります。それでこれをくるくる回して、それで入れるとこう潜って顔をこう出していくわけですよ。その表情がですね、本物のアザラシのような、こう水からスーッと顔を出していく。ここには魚を加えているというね、凝った作りですよね。このグラデーションの部分もアザラシらしさを表現していますよね。この目の感じだとか、このなんかこのプリント、いい感じじゃないですか。さらにはですね、これは何だろう、 前足なのかな、前手なのか、ヒレなのか、これ尾っぽなのか後ろ足なのか、ちょっとよく分かんないんだけど、なんか尾っぽみたいな感じですよね。これはゴムで作られています。この両サイドはゴムですね。そしてここもゴムで作られて、あとはブリキです。とってもよく作られていて、これはですね、意外に見つけるのは大変でした。これをね、昔からやってるおもちゃ屋さんで見つけた時はすごく嬉しかったです。こんなおもちゃあるんだって、まあ、当時はですね、もう見るもの見るもの珍しい時代だったんで、まあ、子供の時売られていたわけですよね。でもその時は気がつかなかったんだけど、まあ、大人になってもう一度見た時に、このデザインの良さだとか作りの良さだとか、で細かい部分の このこだわりだとか気がついたという、今日はアザラシとおもちゃをご紹介しました。また次回お楽しみにしてください。